GT クレイディントは、コンピュータゲーム用のマップ作成プログラムであり、ID ソフトウェアとローケイソフトウェアが開発した。多数のコンピュータゲームで、マップ作成に使われている。ID ソフトウェアと、ボランティアによって保守されている。GT クレイディントは、ID ソフトウェアの社内ツールだった。NEXT STEP スス上のクエイクのマップを作成するツール、クエイキドなどから UI 設計の影響を受けている。 コードはクエーク2開発時に社内ツールとして使っていた K4 のものがベースである。ロバート・ダフィーは K4 のソースコードを使ってクレイディントを開発し、これがマップエディタとして広く使われるようになった。ID ソフトウェアはそのコードを社内用に採用して Q3 レディアントを開発し、クエーク3アレーナ用の設計ツールとした。 これらはいずれも Windows でのみ動作するアプリケーションである。2001年、旧3ンレディアン t に2つの大きな変更を施した g t クレイディントをリリース。第一に GTK ツールキットを使い、Linux と MacOS10 をサポートした。第二にゲームエンジンから独立した実装となり、新たなゲーム向けの機能がゲームパックとして追加されている。g t クレイディントは、 GNU ゼネラルパブリックライセンスでリリースされているフリーソフトウェアである。ソースコードはかなり以前から ID ソフトウェアのサブバージアンリポジトリから入手可能で Q3 レディアント中核部が独自ライセンス、それ以外が GPL 互換ライセンスで提供されていた。ライセンスが二重になっているためにこれを使った商用開発は難しかった。年月日、 クエークスリーアレーナのソースコードが Q3 レディアントのソースコードと共に公開された。そして2006年2月17日、GT クレイティントのエディタとツールセットが GPL ライセンスでリリースされた。GT クレイティントからのフォークの一つ、IDTCH4 エンジンに最適化されている。もともとは Doom3 のモッドであるザダークモッドの開発のために作られた。 GT クレイディントに対して様々な改良を施している。GT クレイディント1.6例に相当するバージョン1.4例を元にしており、開発が進行中である。各種ゲーム用のマップを作成できる。GT クレイディントのサブバージアンサーバにある主なゲームパックによると、例えば以下のようなゲームに対応している。以下のゲームもかつてサポートされていた。さらに、 以下のオープンソースのゲームプロジェクトでは、マップエディタとして GT クレイディントを採用している。ありがとうございます。